日本三大天神とは、菅原道真を祀る天神信仰の神社である、天満宮のうち、日本全国で代表的な三者の総称である。三天神、日本三天神、日本三大天満宮、日本三菅病とも言われる。本校では、日本三大天神以外の各地の三天神も挙げる。天満宮は、一般的に、太宰府天満宮と、 北の天満宮の両者が総本社とされるため、この二社が入るのが一般的である。ただし、以下にあるように外される場合もある。三社目は、日本最古を称する豊富天満宮が挙げられることが多いが、他にも以下のように諸説ある。例えば大生京天満宮は、菅原道真の遺族である三男傾向によって、 建てられ、道真の遺骨を祀ることを理由としていたり、小平方天満宮は、村上天皇の命により、北の天満宮へ奉納するため掘られた道真像の、うち、最初に掘られた小さい方を建て祀ることを、理由としていたり、若浦天満宮は道真自身が訪れた地であり、藤原金藤の栄華にあることを、理由としていたりしている神社もある。また、 福島ソネダ天満宮は、江戸時代に創作された、人形浄瑠璃、歌舞伎義太夫狂言として、著名な、白太夫の息子家来三兄弟の仮面が、建て祭られている、旧地名が、ソネ屋の北野天満宮、番州ソネ崎のソネ天満宮、欧州ソネダの寺社が、日本三天神であるとしており、どちらかというと口述する、日本三体天神と似ているかの一覧は、 その神社が挙げられる際、同時に挙げられる神社を表すものである。必ずしもその神社が自称することを示すものではない。日本三体天神とは、太財府に左遷された、菅原道真が自身を鏡に映して自ら彫ったと伝わる、同心像三体を神体として安置する三つの天魔宮の総称である。体は、 体の遺体児であるため、日本三大天神とも表記する。うち二体は、菅原市や道真と縁の深い寺院に安置されていたが、神仏分離に伴い移された。江戸三大天神とは、江戸時代における、江戸の代表的な三つの天馬宮の総称である。下記の関東三大天神と似ているが、ヤホ天満宮ではなく平川天馬宮が入っている、点が異なる。また、 正確には、亀戸天神社は、江戸の外であるため、代わりに、五条天神を入れる場合もある。関東三大天神とは、関東地方の代表的な三つの天馬宮の総称である。一般的には、下記三社を指す。上記の江戸三大天神と似ているが、平川天馬宮ではなく、八穂天馬宮が入っている点が異なる。町田三天神とは、 東京都町田市の代表的な三つの天満宮の総称である。名古屋三大天神とは愛知県名古屋市の代表的な三つの天満宮の総称である。名古屋三天神、名古屋三大天満宮とも、三者が合同で名古屋三大天神参り巡拝を行い、お守りや絵馬を授与している。阪急沿線三天神巡りとは、 阪急電鉄沿線の三つの天間宮の順配である。元は阪急電鉄の企画として始まったものだが、三者合同の祭事などで交流が行われている。福島三天神とは、大阪府大阪市福島区の三つの天間宮の総称である。周防の国三大天神とは、山口県東南部の代表的な三つの天間宮の総称である。 ありがとうございます。